はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ドラゴンクエスト7やっていきましょう。あんなイベントがあったんだね。私全然回りきってなかったということだね。アーチェは役に立つ植物という本を手に取って読んだ。薬として使える、草や木の実を紹介している本だと。私お金半分になっちゃった？あ、なってない。やっぱこれイベントだね。まあ皆さんもう動いても平気なんですか？お強いのね。さっきまでぐったりしていたというのに。あ、でもボッコボコされましたよ。もし私が皆さんと同じ目に遭っていたらしばらく起き上がれないと思うわと。兄さんは体が弱いんだ。本当なら寝てなきゃいけないのに、お前たちのせいでと。ザジット。あら、ニリス、イルカ薬を持ってきてたとカシムさんじゃないかと。見ろ、世界中の雫だぞ。これを飲めば胸の痛みも収まるだろうよと。ありがとうございます。でもそんな高価な薬をどうやって手に。あーと、私が飲ませてあげようと。は、話してください。自分で飲みますか。なんだ、下心丸見えなのか、このカシムさんってのも。あ、そうか、人目を気にしていたんだな。気がつかなくてすまなかったね。いやいやいや、空気読めない人なんだね。カシムさん、薬をありがとう。姉さんはこの人たちの看病でヘトヘトなんだ。今は早く休ませてあげたいと。そう、怖い顔するな。私はネリスの病気を心配して薬を届けに来ただけなんだよ。じゃあな、ネリス、しっかり養生するんだぞと。人情につけ込んでんだね。はい、35。いいのかい、こんなところ持ってっちゃって。え、顔が赤いですって。 おかしいわね。熱でも出てきたのかしら。私お部屋で少し横になってます。あ、何、相思相愛なのかい、この二人実は。さっき薬を持っていたカシムっていう男はさ、姉さんに気があるようなんだ。それで頼みもしないのに勝手に僕たち兄弟の保護者を気取ってるんだ。もちろん目当てで、あ、目当ては姉さんで、僕はついでなんだろうけどと。おお、私生まれつき胸に病があって長くは生きられないそうなんです。今まで高い薬代のために弟にどれだけ迷惑をかけてきたことでしょう。自分が弟のザジの重荷になっているんだって思うと心が痛むんです。ああ、いいお姉さんだね。まあ弟もお姉さんは大事だから、ああいう態度取るんだね。これさえうまくいけば、ごめんなさい、噛んじゃった。これさえうまくいけば今度こそ俺を親衛隊に入れてもらえるんだなと。大神官が捕まっている間、親衛隊がはなくなったもの同然だ。だから何としてもと。囚われのホズ大神官を救助しなくてはならない。あ、囚われてんだね。分かってるって。大船に乗ったつもりで待っててくれよと。しかしおかしなやつだな、こんな時に親衛隊に入りたいだなんて。おかしかねえよと。ピンチの時だからこそチャンスなんだ。ああ、ピンチはチャンスって言いますもんね。俺みたいな盗賊でも手柄さえ立てれば親衛隊に取り立ててもらえると思ったんだと。期待を裏切るなよ、盗賊としてのお前の腕前を見込んだ私の期待をなと。なんかいろんな思惑が絡んでんだね。お前らさっき水風と戦ったやつらだよな。いい戦いっぷりだったで。本当かよ。そこで実はな、お前たちの腕を見込んでぜひ頼みたいことがある。一緒に西の洞窟へ行ってほしいの。おお、いいよ。この地上の牢獄から脱出するには西の洞窟からダーマ神殿に抜けるしかねえと。もちろん礼はするで、ほらこれをくれてやる。ち、なんだよ、持ち物がいっぱいじゃないか。なら袋に入れてやるよ。フーラルをゴツゴツした石を袋に入れてくれた。もうほんと至れり尽くせりだね。フーラルさん、いい人だね。奇跡の石、そいつは戦闘中に使うと立ちどころに傷を治してくれる優れもんだ。というわけで仲間に入れてもらうで、今後とも。フーラルさん、なんだいこの人。いやー、一番頼りになる今までの仲間、第 4人目の仲間かもしれない。あ、まあ、4人目の仲間って言ったらガボ君が一番頼りになるか。でもこの人もすごいよ。へえ、これがあったら、これがあったらもう、あ、なんでメダルを渡さなかったんだろう。いや、もうこれ多分私が使わないといけないね。だってお仲間の方はあれだったもんね。あのお仲間の方、あの薬草使ってくれなかったもんね。うわ、これすごいわ。そもそもこれがないとここ来ちゃダメなとこだったんだね。これおそらく戦闘中なんだよね、使えるのはね。奇跡の石、奇跡の剣みたいな。仲間一人、仲間一人か。まあ4人目がいるということで、こ
こだね。わー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 と。大丈夫かい？ああ。あと、このフーラルさんだっけ？彼が、あれ使ってくれると嬉しいんだけどね。薬草。まだ求めるかってね。奇跡の石をもらったにもかかわらず、まだ求めるかと。これはいい稼ぎができそうですね。そんなに悪いところでもなさそうです。魔法がなくなった時にはちょっと驚きますけどね。今のマリビルさんだったら、魔法がなくなってもね。ああ、でもちょっとスカラは、私のスカラとマリビルさんのルカには使いたかったね。あ、フーラルさん、そこそこ攻撃できるじゃない。マリビルさんどうしよう。マリビルさんね、あ、キーワクの手紙持ってても仕方がないので、馬の本、薬草なんか買いすぎちゃったのかな、このイベントがあるんだったら。で、袋、茨の鞭をね、どれだけ下がるかな、45から40か。茨の鞭でかっこよさ下がるんだね。ああ、茨の鞭装備させてみよっか。毒がないもいいんだけどね。麻痺させるのはすごくいいんだけどね。ここなんもないんだよね。ちょっと次の戦いで使ってみますか。こっちもなんもないんだよね。ああ、おそらくこっちはなんもないね。あ、なんもないね。エンカウント率もそれほど高くないし。あとはボスだね。ほい、あ、まだいけるか。おお、なに？まあ、ダメだ。ダメだね。そこまで弱いのか。え？びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。まあ早速使うことになりましたね。奇跡の石。あ、ガボ君ね。え、薬草使ったけど何も起こらなかったって今出たね。微妙なあれだな。マリベルさんダメだ。マリベルさん奇跡の石使ってくれるのかな。ちょっとマリウルさんの奇跡の石を渡してみよっか。さっき気になったのが、誰か薬草を使ったけど、薬草を使ったけど、薬草を使ったけど、で、私の小さなメダルは整頓したらいいんだけど、整頓したら薬草も飛んでくからね。あ、魔法の整数はいいか。毒ガのナイフだね。茨の鞭はびっくりするぐらいダメでした。はい、さあこれでマリベルさんが使ってくれたら嬉しいにね。大正解なんだけど。うわー、またこのセットか。頼むよ。フーラルさんはもう薬草使う気なさそうだからね。あー、マリベルさんダメじゃない、使ってくんないんじゃない。あれ使うと痛恨食らうのか。あのぐるって回る足払いみたいなの使ったらダメなんだね。ああもうダメだ、マリベルさん殴ってしまうから、私が奇跡の石を持ちましょう。あ、これ痛恨でしょ。あ、別に痛恨じゃないのか。今誰が使った？薬草ね。道具をね、まさかこれって装備できんの？装備、ああできないね。これはもう私が持つしかないですね。いや、マリベルさんをね手動で装備すればいいんですけど、私めんどくさがりなんでね、ごめんなさいね。あ、ごめんなさい、ちょっと待って、
下もうちょっと見てみます。穴もないね。うーん、あーよかった。明治どうするんだろうね。敵は使えるのかな魔法。奇跡の石をとりあえずガボ君入れましょうか。敵の魔法は効くんだ。私は回復に努めましょ。次私だね。あ、フーラルさん薬草使ってくれんだわ。くれんだけど全然ダメなダメなあれだね。もう関係ない人に使ってるようだね。どうもね、マンタのマリベさんに使ったとかそんな感じなのかな。うわー嫌な感じだなこれ。あでもこれ先進んじゃうね。あーそれっぽいとこ来ちゃった。せめてボスには行かないでいただきたい。でもなんかボスっぽいなこれ。もうちょっと探検してねレベルを上げたいんですが、私としては。あ60だったら回復しましょうか。ガボ君だね。やっぱり今回もあれかな。死ぬ死ぬ。もうこの何痛恨出ること考えたらやっぱりヒットポイントは70切ったらダメだね。このサソリアーマーの痛恨、普通は3とかしか食らわないんだけど痛恨がえげつないね。で私がすんごく遅い動きが。あいやこの際ねもう皆さん回復に差し抜くときましょう。私遅いな。素早さ上げる装飾品とかあったら次私が持とう。あとね、入れ替えましょうこれね。あこれだけなんだね。こんなんでボス勝てるのかな。あそうだガボ君得意技あるんだけどね。うわ、待ちなお前たち、この先はとんでもなく強い魔物が道を塞いでいる。馬鹿正直に正面から突っ込んだんで叩きなめされるのがオチだと。フーラルさん知恵を使うのかい。だからよここは一つ俺様に任せてお前たちはここでじっとしててくれと。いやなんだ今のとはと。そうかさっきのとは私の仕業だったのか。ちょうどいいアントニア様からさぞかたこの力で貴様の始末に投げてやる。おいあそこにはもう一匹いるぞと。おとりにしたんだね。本を貼っておけ、あとでゆっくり借り出せばいいと。まずは先の獲物からだ。そうだろう、楽しみは後に残しておいた方がいいかと。いやこれどうすんの、勝てる気がしんないんだけどね。道具、ここは私だな。うおーそんなの唱えんのかい。これでも私はずっと回復しかできないってことになりましたね。で終わった終わったね。このトロさだったら無理だわ。いやー今回よし半端ないね。もう一度見しに来てんね。
70だってこんなの勝てるわけないじゃないか。これどうすんだ。もうこれは間違いなく負けイベントにはならないと思います。ほう、レベルが全然足んないのかな。ガブ君かなり長く生きるあれだね。はい、やっと死にました。いやー強い。あ、あら、あ、皆さんもう来ても平気なんですか。皆さんが大きいお家を町に戻ってきたと神父様から来た時はびっくりしました。せめて元気になるまではと思う、家で休んでもらいと思う。あ、いや、元気になるまで家で休んでもらおうと思う。おー、もう夜も遅いのでどうぞ今日このままいいの。あら、至れり尽くせりだね。なんか死んでよかったって今思っちゃった。あん、それにしてもあの野郎おとりにして生きやがったんだな。姉さん話があるんだけどちょっといいかなと。あ、これは負けイベントだね。これも、何をもったいぶってここで話せばいいじゃないと。ダメだよ、あの人たちがいるから。もうしょうがないかねと。皆さんごめんなさい、少しの間家を開けるんで留守番をお願いいたします。起きるのかい。というところでお時間の方良くなりましたね。それではこの辺で終わっておきましょう。ドラクエ7終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。